寝ちゃう。起きてください。おはようございます。眠いんだよね、今日はね。はい、神様起きてる。今起きた。ちょっと今日ね。長い眠りについてたんだよ。長い何年ぐらい？まあ135年。じゃあこの間のツインビの時から135年も経ってる。まあ神はいつでもいつの時代にも目覚めることはできるんで。あ、そうなんだ。じゃあ急に過去に戻るようなこと。そうこのね路線で行くとね話が長くなっちゃうので、はい、そしてまた僕はそれ聞いてるうちに多分また寝ちゃうと思うので、はい、起きてるうちに、今日の趣旨を説明したいと思います。はい、クイズゲームの神様に20の質問ということで、はい、この、悪魔とも神ともちょっとよくわからないような存在が考えておられるゲームを20の質問以内に当てられるかどうかというクイズをやっていきたいと思いますが、はい、準備のほどよろしいですか？いいけど、あのハードモードとハーデストモードがあるけど選べるの？どっちもしんどいやつじゃない？どっちもしんどいけどいやだな。イージーモードないんですか？イージーか。まあ相対的に言えばハードモードがイージーだよ。じゃあそれそう、シューティングゲームみたいな。そうそう、はい、じゃあハードモードでやりましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ私の考えてるものは今宙に浮いてます。はい、はい、見えない。はい、神に浮いてます。始めましょう。はい、じゃあ誰からいきますか？まずもう、毎回シューティングゲームですかっていうところから、はい、僕もそれ考えました。いいと思います、はい、このゲームはシューティングゲームですか？それね、難しいとこだよ。おシューティングゲーム的な部分もある、まあじゃあ3つは、はい、まあどの程度要素があるかにもよりますよね。そうですね。そのジャンル的にそもそもシューティング的だけど RPG 要素の方がでかいのか、一部分にニアオートマタとか、そうですね、はいはいはい、その1パートとか、あと昔のアクションゲーム最後だけシューティングみたいな、はい、あるね。なるほど。ああいう感じもありうると思うんで、まあ、どれくらい占めてるかですよね。 そうですね。そっからどう攻める？そうですね、この間なんか時期が人間かどうかみたいな話してました。ああ、いいんじゃないでしょうか。はい、そうですね。じゃあ自分の操作するキャラクターは人間ですか？つまりプレイヤーキャラクターね。そうですね、基本的には人間だと思いますよ、これ。はい、言えるは人。なるほど。基本的には人間ってことは、はい、基本的に人間じゃない人も。いやでもね、それはあくまでね答え方の可能性ある。ほう、その言葉のあやじゃないけど、ほうそうやって言ってるだけって可能性あるよね。あー、なるほど。そうだからこうあるじゃん、よく日本人の若者で、はい、あなたは何々ですかって聞く、一応みたいな。なるほど。そういう意味でじゃなかった、まあ、だって正直正直な話さ、そのね、そのドット絵、そうだけど、ドット絵とかさドット絵とか 3D のそのさものがさ人間かどうか俺確かめてないから。ああなるほど、ね、じゃあドット絵なんだ 3D って今言ってる。ああ言った。まあでもすごい、だからリアル路線ではないよな。まあそうでしょうね、なんか見て明らかに分かる、でもリアル路線でもさ 2B は、まあ、まさにね、そうですね、 2B は人型って気がする。お尻が可愛いアンドロイドまあ、基本的にはって言ってるんで、まあ人って考えて問題ない。まあでもまあ皆さん見える 見かけ上は人ですよ、それは間違いない、はい、見かけ上は人、うん、人型ですね、了解です、人型です。山口さん、はい、はい、じゃあもう、うん、どうしようかな。ドットかどうか聞きます？ああ、いいんじゃないですか。はい、はい、じゃあ、このゲームはドットでしょうか？ドットでしょうかってなかなか説明ドットでしょうかっておかしいな。ピクセルアートというかね、はい、はい、あのこのゲームは、まあ、いわゆる 2D で作られたものですね、うん、はい、はい、なるほど。まあじゃあスクロールするだろうね、そうですね、どっちかに縦か、ちょっと古そうな気もしますよね、ピクセルアート。まあもちろん最近も全然ありますけど、まあインディーゲームかもしれない。アーケードからスタートしたかどうか聞く？ああ、いいですね、いいと思います。このゲームの初出はアーケード版ですか？ノー、おー、アーケードじゃない。家庭用か、まあ、PC とか。極めて外国的な答え方でしたね今ノ一応基本的には違いますみたいなのと違うまあこれははっきりしましたね一応ノ一応一番困るんです。いや違うんだ。じゃあノーだよ。割とまあまあ、でも別にそのスーファミだとかメガドライブだとかそういうのからスタートしてる可能性もあるけれども。年代聞きます？そうだね、年代聞きましょう。じゃあ2000年代前でいいですか？うん、このゲームは2000年代より前に出ましたか？2000年より前に出ましたか？2000年より前ね、はい、2000年の1月1日より前に出てます。2000年より前、じゃあ結
構古いゲームだな、ね、90年代か80年代、まあ、神様の手に取れはこんなも全然古くないんだけど、昨日時間の概念がない、時間の概念ないから、まあ、そのつい最近その発売日に行ったけどね発売イベント行った発売そう質問として数えられちゃう、発表披露会みたいなその当時あったかどうか、うん、2000年より前で発表会があるとなると相当でかいタイトルとかになっちゃうんで、そうですね、質問になっちゃいます、そうだよね質問になっちゃいます、2000年だからでアーケードスタートじゃない、うん、となるととなるとね、でもあの64とかプレステとかあの辺の第4世代ではないよね、うんうん、多分まあプレステとかだとあでもないことはないけど、サターンとかだとあるのかな、両方あるでしょ、うん、ドット絵は、まあ、サターンの方がなんとなくドット絵のイメージある、あの辺のイメージそうですシューティングゲーム基本アーケードスタートはほとんどだよね多分、ドドンパチみたいなのどうなの、アーケードだよ言ってくれたんだ、言ってくれるそれぐらいはあのむしろ知ってないことが神が悲しいんで哀れんの、哀れみの、なるほど当たり前じゃんアーケードで、それは失礼しました、ハード絞ります、まあまあ世代、うんうん、世代でまあ90か90年代より90年1月1日より前かどうか聞く、ああそれもいいです、90年、はいはいはい、このゲームは1990年1月1日より前に出たゲームですか、うん、10年もさらに遡ったんだ ね、 そうですね、はい、前です、おい、そんな前な、それでアーケードじゃないって相当おかしいよ、おかしいそんなことない、まあ確かに珍しい気はしますね、珍しいな、90年代より前のシューティング要素あり、やばい俺も戦力外通知だよ、そうだね確かにいや僕もシューティング今日千葉さんいないのにみんな知ってるってみんな知ってる、うん、ヒントやな、んだろうな、アーケードスタートじゃないんで80年代ってことは、うん、ファミコンがありえて、うん、はい、セガなんだっけ、マスターシステム、マスターシステムがありえて、うん、PC エンジンはどうなんだ、 PC エンジンもあるね、うん、てか自分でどうなんだろうなってまあブラフなんだけどねまあでも言ってもね、ハードモードですから、ファミコン、そうそうですね、そうハードモードだったんだね、うん、これファミコン、ファミコン、うーん、そうですね、まあ絞ってもいい気がしますね、このゲームの初出はファミリーコンピューターですか、最初のリリースということですね、はい、このゲームは最初にファミコンでリリースされたゲームです、おファミコン、まあ、いっぱいあるからねファミコンのゲーム、近づきました、そうですね、まあでもファミコンって絞れてよかったですね、はい、ファミコンのセガとかだと全然思い浮かばないから、ね、まだ任天堂で比較的に、うん、この間この間任天堂オンラインに20タイトルが対応するという話だった、はいはいはい、その中に入っていくかどうか、えシューティングありました、あれシューティング要素って言ってるから、テニスだって言ってるさすがにその発想はなかったけどシューティング、シュートじゃん、これ拡大解釈にすごいありますね、まあ別にそういう解釈で答えてもいいよ入ってたかどうかっていうことで、でもあの入ってないんだっけ、マリオブラザーズ3、マリオブラザーズアイスクライマー、ゴルフとか、うん、ゴルフだってシューティング、まあその中入ってないだろうね、じゃあ多分ないとは思いますね、あと全部発表されたわけではないですよね確か、いや逆にもマジな話、ゼルダの伝説みたいな弓矢とかがあるのどうなるの、シューティング要素、うん、まあでもあれシューティングっていうかな、アクションだと思いますけどね、あれは、まあそうだよね、だから別に部分的にはみたいな答え方したはずだから、まあさすがにそれノーって言うだろうね、うん、うん、はい、初出はコントラとかってアーケードじゃないですか、いや確かファミ、え怪しいな、分かんないな、コントラファミコンスタートだったのかな、あでもアーケードな気もするな、あれ協力プレイあるかどうか聞く、でもあんまないねこの時代ね、ほぼないね、まあそれこそこの間のツインビーなんか協力プレイが限って、まああると、そこがやっぱり大事な質問と言ってた、ね、そう重要な要素ですよ、ツインビーだからね、うん、任天堂開発でそれらしいゲームファミコンにありますか、任天堂開発で、あそうだな、なんだろう、ロックマンは入るの、あれピピピって打つけど、アクションシューティングという言い方もありますよね、そのコントラもそういうこと言われるね、うんうん、アクションシューティング、アクションシューティングかどうか
ああそれもいいと思います。いいんじゃないですか、まあ、このゲームはいわゆるアクションシューティングですか。そのアクションシューティングの定義によるんだけど、ね、そうなんですよね。ちょっとまあまあアクションゲームとシューティング要素があるっていう意味ではイエス。で人型なんでしょ。じゃあ横スクロールだろうねほぼ。いやどうでしょうね、なんかそのコントローラーでも縦になる時もあるし、戦場の狼みたいな、ね、そうですよね。ああそっか、そういうゲームもあるね確かに。あとロックマンとかはないでしょうね、あれロボットだから。ああ人ね、ロックマンはまあロボットなんだけど、でも一応なんかヘルメットをパカって始めると人っぽいよね。でも一応ロックマンはねロボットなんですよ、うん、そういう設定、そういう設定なんですよ、まあ、あれはもう大体裏設定とかではないですからね。そう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 、まあね一応ロボットとして作ったっていう設定ちゃんとあるから。クニオくんシリーズで打つやつある？ドッジボールなら。どっちさっきのクラブの理論で言うとドッジボールとサッカー、サッカーアイスホッケーもあるけど、サッカーゲームボーイ版やったな国尾くん子供の時。まあ国尾くんはやっぱアクションシューティングというよりはアクションそうですね。だからアクションシューティング、まあむしろスポーツゲーでしょドッジボールとか。まあそうですね、はいはい、時代劇とかもあるけど、じゃあ絶対任天堂ではないんだよね多分ね。どうだろう、 X みたいなゲームゲームボーイだしな。 X マニアックだね。じゃあコナミはコントラがありえて、コナミとかいいですね。コナミコントラ以外のコナミ、でもコナミなんかそういうのいっぱい出してそう。いっぱいこの時代あるな、ね、いっぱいゲーム出してますね、はい、カプコンは、カプコンはロックマン、アクションシューティング、カプコンのファミコン専用タイトルでしょ。あ初代メトロイドは、メトロイドはディスクシステム、まあそれファミコンのうちに入るでしょ。アクションシューティング、まあシューティング要素あるっちゃありますね。うん、任天堂かどうか弾いて、まあでも任天堂じゃないとは思う。じゃない気はしますね。いやでもどうだろう。わかんないね。なんかその忘れられたタイトルがなんかあったりするかもしれない。うん。なんかアクションシューティング寄りで攻めていい気はしますね。この流れからすると、まあはいはいはい、でもそれどうやって攻めるのここから。そうなんですよね、今までパブリッシャーがいいんじゃないの。うんパブリッシャーがいいんじゃない。俺らが最初のこの前聞くと知っててそれ進めてるとこの前じゃないか。いやコナミが任天堂ってのも悪くないよね、まあ、だいぶ絞れるからさ。任天堂だ、じゃあ任天堂でいきましょうか、うんうん、じゃあこのゲームの、パブリッシャーは任天堂ですか。パブリッシャーだよね、任天堂じゃありません。お任天堂じゃない、読みが間違ってた、うんうん、任天堂ではないと。サードパーティー、これで9問目か。そうですね、はい9問目です。とりあえず今日死ぬことは免れるかな。どういう意味ですか。ああそっか、それはだって半分でしょ、だって、うん、まあそれは今カウント3でしょ。3だったっけ、いや 1.5 か2、前俺忘れた、残りそれこの間最後の一撃使って3勝分取った気がする。3だよね、まあ、後ほどチェックするとして、はいチェックしとけ、どちらも皆さんチェックしておいてください。今日で交代、今日で交代はない、うん、まあこれまだ全然広いですからね。広いですね。なんか言っとくけどお前ら簡単な方だからな。これパブリッシャーが今も、ゲーム業界で活躍してるから、おもういいんじゃないですか。このゲームはパブリッシャー今でもゲーム業界で活躍し続けていますか。まあイエスかノーかで言うとイエスですよ。イエス、確かに活躍、まあめちゃくちゃ目立ってるわけではないっていう感じかもしれないですね。コナミだ、ニュアンスからすると。でもコナミ台頭とかありえない。ああそうですね、台頭だからスクエアニックスに合併されて、その質問に答えるの難しそうだけど。そうですね、それだと難しいんじゃないですかね、うん、一応イエスって言うから名前は残ってるんじゃないですかね、ちゃんと。そうですよね、名前は多分ありそう。まだだが、なんとか、なんだっけ、なんとかエース、なんとかエース、違うトライエース、トライエースじゃない、データイーストだ、ごめん、データイーストとかではないよね。データイーストはもう残念ながらないですね、うんうん、あとデータイーストってアーケードが多いんじゃないかな、うん、そうですね、うん、最初に出すんだったらアーケードです、ね、あれはあのダブルドラゴンのところ、テムコだ、ケムコだ、ケムコ、いや食べそうなの健康じゃん、あのテクノスジャパンですよ。あテクノスだ、テクノスで、それはアークがアークエンターテインメントが今引き継いで会社はないです、うんうん、この90年代より前のシューティングってほとんどあの横画面ですか縦画面ですか。まあ、横行きはするけど特にアクションシューティングだから、でも一概にも言えないと、うん、そうですね、難しいですね、まあ、聞けばいいんじゃない、
でアーケード初出じゃないっていうところがすごい難しいなと、ちなみに頑張れゴエモンどうなるの、ベルトスクロールで高に打つってあれはまあ、いやアクションシューティングとは言わないと思います。うん、まああれは小判を投げる、小判か、お金を消費して小判投げる、そう小判だ、小判投げるのも英語とかでシューティングなんですかね、さすがに違う、スローイング、スローイング一応どうなるんやろうなこれ、やっぱコナミ、うん、コナミカプコン、メトロイドはアウトなんですよ、そうですね、ニンテンドじゃないから。あとロックマンも罰ですね、先ほど人間じゃないっていう、じゃあやっぱりなんだろう、あれですね、あのコントラが濃厚、コントラがファミコン初出かどうかがちょっと怪しい、よくわからないですね、本当に狭めるとしたら世界観、この世界観は、まあ、敵が人間じゃないっていう、まあ、ほぼ人間じゃないね、SFSF 難しい気もしますね。どうだろう。メタルスラックってアーケードですかね。アーケードですね。少なくともファミコンスタートではない。そもそもファミコンにないですね。ないですね。メタルスラックファミコン出てきたらむしろ感動します。ね、確かにあれだけのドットが。意外とあとね、新しいんだよ。80年代じゃない。背景黒ですかという質問どうですか。背景黒。背景黒。背景黒。80年代多いよ。あのあれ ね、前回あった質問に近いやつね。宇宙空間かってことでしょ。そう確かに、まあでもいいんじゃないですか。そうですか。背景黒。じゃあこのゲームの背景は黒ですか。うん、まあそもそもね、変化するのが普通だから、うん、黒一色ではないです。ではない。あの、黒がないとは言わないけどね。なるほど。まあ黒がないとは言わないという言い方だと、割とそのリッチというわけじゃないけれどもこの時代にしてはね、超古典的ではないみたいな形でしょうね。少なくともインベーダーみたいなやつじゃないってことですよ、ね、まあ、それで年代はまあそこそこ絞れたんじゃないですかね。さて11問目か、12ですね、次で12、歴代ごとに選ばれた作品の時代は、あ、そういうのもいいよ、あのちょっと IGN メタ的な質問みたいな、うん、そうだね、うん、この時代のアクションシューティングでプレイヤーが人、コントラ、なんかありそうだけどタイトル知らなそう、みんな知ってるって、みんな知ってる、みんな知ってる、それ去年そういう選手ツインビーでも言われてツインビー知ってたでしょ、クラベさんは知らなかった、なんとなく知ってた、いや名前は知ってた、絵を見たらその後めっちゃ知ってたけど、うん、タイトルは分かってない、名前知らなかったの、お前、本当に、本当、いや別にツインビーは聞いたことあるし、あの絵は知ってるけどマッチしてなかった、いやそれは俺の作戦だから、なるほど、今回もマッチしてないかもしれないからメーカーがパブリッシャーをなんか攻めてってもいい気がするけど、そうね、うん、まあまだね、あと有名なとこは5つぐらいあるんじゃないかな、4つ5つぐらいあるね、ファミコンだからね、うん、テクモ、光栄、テクモ、光栄はまあちょっとないじゃないですか、光栄はファミコン時代は信長の野望ぐらい、ね、そうそうそう、基本的にはシミュレーションしかないと思う、光栄あったっけそんなの、むしろ気になるわ、ね、ああテクモなら、あでも違うな、忍者龍剣伝とか思ったけど、あれアクションシューティングではないですよね、うん、まあどちらかというと切ってますから、スラッシュだね、スラッシュインタビューこの間しましたね、そうそうそうコナミですか、うん、コナミ、コナミパブリッシャーがコナミですか、のコナミじゃない、ごめんね、何の相談もしないで聞いちゃった、いや結局パブリッシャー絞れないと何とも言えないんで、そうですよね、決め手になると思う、いやもうセガではないじゃん当然、そうですね、セガ、セガ、ニンテンドではないし、まあ、コナミではないから、ありえるのはカプコンと、カプコン、スクエア、エニクス、スクエアか、エニクス、あの辺は、まあ、あるっちゃあるんだよね、あの時代ナムコバンダイ、アクションシューターあるけど全くタイトルは絶対はナムコバンダイ、ありがとうねあ全部言えばヒントになんないから、あとはまあ本当テクモとかあんまりもうね吸収されたとかとか、うん、あとはやべこの辺弱いちょっとな、でもみんな知ってるっておっしゃってるからね、まあレトロゲーはだからね、それは間違いないけどね、でもレトロゲーだからって言ってそんなマイナーなの言ってはない、ミニファミコンに収録されてるかな、ああでもミニファミコン、まあ任天堂が多いんだけどね、そうですよね、まあ、ただまあいくつか
うん、なんかまあどうなの、もう忘れたの、ね、ミニファミコンに収録されてるアクションシューティングって何が思い浮かびますか。そうそうそう、聞かないでくれよそこは。まああとは、まあ、VC そうだね、にあるかどうかとか、ね、バーチャルコンソール、うんうん、あったところで別になんかバーチャルコンソールも広いですからね、広いね、広い、うん、横スクロールするかどうか聞こうか、もう違う、聞きましょう、このゲーム横スクロールしますか。横スクロールっていうのはいわゆる強制かどうかとかに問わずね、ともかく画面が動いたら横スクロール、スーパーマリオとかも横スクロールってことね。そうだね、ならします。縦ではない、ではあの辺の、いや縦ではない、縦はないとは言ってないですけど、横スクロールは確かにします、できます。横するゲーム、あの時代でアクションシューターある、まあないとは言えないわね。中基本は横なんじゃないの。あ、これ丸ですね。あ、間違えてた。はい、これはちょっと手がかりがないな。カプコン、うーん、カプコンね、聞いてみます。まあそうだね、このゲームのパブリッシャーはカプコンですか。カプコンじゃありません。カプコンじゃない、カプコンじゃない。まあ、ちなみにカプコンだとあれがありますね、魔界村がありますね。あれアクションシューティング、魔界村アーケードスタートの、まあその通り、うん、その通りなんだけど、アクションシューティング、まあ、まあ言うかどうかっていうのは微妙なところ。そうですね、まあでも基本的にあの武器って近接ないっすよ。そうですね、全てがあの遠距離なんで、近接あるかどうか聞く、近接攻撃が、なるほど、シューティングで近接攻撃が、まあないだろうね。でもまあでもアクションシューティングなら近接要素的なものがなくはないゲームもいろいろあると思うんで、まあ、まあそうだけどね。まあ、聞いたところでその答えにたどり着く気がしない。そうなんだけどね。なんだろう、チャレンジャーとか。ああ懐かしい。チャレンジャー、チャレンジャー知らない？知らない。ご存知ないですか？チャレンジャーってどこ出してなんだ。あれどこでしたっけ？もう俺もそれも分かんない。メーカーそれじゃないってこと。チャレンジャーはまあ横スクロールのいわゆるアクションアドベンチャーだよね。そうですね。なんか縦になったり横になったりいろいろして、うん、なんか財宝を探すんだったから。うん、まあああいうゲームはいっぱいありましたよ。女の子を助けるみたいな話だったかな。うん、ただ、まあ、チャレンジャーはめちゃくちゃメジャーではメジャーとは言えないから、まあ、ファミコン時代に遊んでた人なら知ってるはいると思いますけど。台東は他に何がありますか。台東 パズルボブルじゃねえ、そうだね、アクションバージョンの方ですね、あのアクションバージョン、アクションバージョン、あバージョン、パズルボブルアクションバージョンで聞く。じゃ あの恐竜が泡で戦うみたいな。はいはいはい。あれでも縦というか、そうだよね、基本縦だよね。あ、スクロールは縦ですね。固定画面 で縦にスクロールして移動するみたいな感じだったかな。アクションシューティングではないし、まあ、まあ言えなくもないけど、アクションシューティングとは言わない気がしますね。ちょっと違うよね。で人じゃない。そうですね、人じゃない。あ、 そこですね、忘れてた。人、プレイヤーは人型、人アーケードじゃないんだよね最初。コントラとかな気もするけど、ね、コナミだもんだって。そっか、うん、コナミね、確かにいっぱいゲーム作ってるね。ワギャンランドとかもコナミだっけ。コナミワギャンランド、ワイワイ、ワギャンランドどこでしたっけ。コナミな気がする。コナミな気がする。ワイワイワールド、ワイワイワールドコナミ、うん、そう、コナミ。コナミのゲームはもうありえないんだから、いくらでもいい。流しそうめんもシューティングに入るかな。あれはあれはファミコンですか。コナミなんだけど、俺は MSX でやりました。てかそもそもファミコンじゃないと。ワギャンランドナムコでしたね。コナミじゃないと。あ、ナムコ、うん、あ、そうそうそう。ナムコは他に何がある。ナムコのアクションシューティングでファミコン。わかんないな、全くイメージわかんないんだけど。でも有名だろうからみんな知ってるって言ってるんです。多分そのナムコイメージとかじゃなくても、そのタイトルのイメージしかないようなタイトルだと思う。そのタイトル言ったら知ってるけど、それ以外なんか誰がパブリッシュしたのかとか、その細かいことは聞かないでくれっていう感じの、うん、これシリーズ続けるか聞いてみました。ああ、いいんじゃないでしょうか、うん、はい、いいですね。このゲームは、シリーズとして続いていますか。基本的にはノーなんだけど、基本的には難しい。また外伝があるってこと。まあ少なくともナンバリングタイトルとかは出てません。出てない、はいはい、じゃあナンバリングは出てないけど、外伝的なものは出てたりするか、まあ、あるいはその再配信とか、まあそういうリメイクとかそういう意味じゃないですよ、はい、じゃあ一つ一回だけ出たタイトルなんだ。それでその有名なのになんで続編作らなかったのか。ああ、それはキーワードとして有名。ヒントですね。いや、その伝説のクソゲー、ナンバリングとしてはないけれども、なんで
そのシリーズになってないんだみたいな感じのゲームなのかもしれないですね、はいはいはい、あるいは本当に逆に知られてる理由は恐ろしくクソゲーだったから知られてる、でもアクションシューティングで恐ろしいほどクソゲー、いやもうファミコンってクソゲーが多いですから、ね、多いよまあそうなん、まあ、さっきのチャレンジャーとかもあんまりいいゲームじゃなかったですそのクソゲーとして歴史に残った作品ってたけし以外なんかある？たけしはアクションシューティングじゃないから、なんだろうな、ファミコン、キョロちゃんランド、キョロちゃんランド、キョロちゃんランドは残念ながら渡辺さんので知りましたからね。ああ、あれか、IGN ジャパンで公開されてるキョロちゃんランドの記事、よかったらどうぞ。それだったら面白いよね。キョロちゃんランドはアクションシューティングじゃないでしょあれは。まあプラットフォームアクション、アクションアドベンチャーですかね。うん、まあ、シューティング、チョコボール蹴るんでシューティングではチョコボールチョコボールがシューティング要素、まあ、それはまたこっち の、 考え方のあれによっちゃうけど、多分それではないでしょうですね現実世界、あ、しかも人ですね、プレイヤーキャラ。そうだね、ヒロちゃんは人じゃない、ヒロちゃん人じゃない、鳥ですからね、鳥だ。なんか一つ今子供の時にプレイしてたゲームが蘇ってきたけど、パワーブレードというゲームがあって、パワーブレード、なんかブーメランみたいなこう技をこうなんかみたいな武器を敵に投げて進んでいくゲームだったけど、それは日本でも同じ名前なのかな、わかりません。パワーブレード初めて聞いたよ俺、多分誰も知らない。なんかね、そのゲームって知られてるのかなと思って調べたことがあって、ほとんど知られてなかったみたいな。でも違うよね、出てきた。いや今調べてますね、パワーブレード。少なくとも俺は聞いたことないですね、パワーブレード。まあ、でもまだまだね、実は検討に上がってないパブリッシャーもありますけどね。そうなんですね、パブリッシャーが全然、なんなら言うな、ハドソンという超重要な、ああこの時代重要なハドソン、パブリッシャープラスデベロッパー高橋名人。そう、うん、名人は、いや高橋名人の冒険島はアクションシューティングではない、まあ、一応なんかブーメランですけど、ね、俺もブーメランで思い出したんだけど、ね、ブーメラン、でもあれ基本的にマリオと一緒で頭の上に乗って倒せるはず、そうですよね、確かジャンプで。ワンダーボーイとかも違うか、セガですから、ね、あ、そっかスタートは、メトロイドバニア時代メトロイドブラニア、メトロイドしかないっしょ、全然ないと思いますね、うん、ほとんどないっしょ、ほとんどないね。で任天堂開発じゃないから、ちょっと方向性を考え直した方がいいかもね。そうですね、かなりどうでもなんか全然違う質問さ、対戦できるかなこれ、対戦、2人プレイとか、あ、今日2人プレイ、2人プレイできるかどうかみたいな方が、ボンバーマンアクションシューティングでもさすがにね、それはないと、まあ、投げるけど投げる機能はあったかも、最初のボンバーマンないんじゃない、あ、キックぐらいしか、キックしかないですよね、うん、玉切れがあるかどうか、玉切れ、玉切れ、でもシューティング系でもメインウェポンは無限みたいなのよくありますから、切れないんじゃないですか、うん、多分そうだね、うん、方向性を考え直した方がいいというのは、まあ、ファミコン初出でアーケードじゃないから、なんかてかアーケードすぐ後来た可能性はいくらでもあるわけだよね、あ、これ、アーケードのイメージがついてる可能性ある、うん、でもアクションシューティングってアーケード、あ、でも出ることは出るか、それこそメタスラみたいな感じで、うんうん、まあ、むしろアーケードライクなもんな気もするね、アクションシューティングというジャンルについてはね、本当、うんうん、そう、主人公が人、ファミコンアクションシューティング、ジャンプあるかどうか、あるんじゃないですか、あるか、普通あると思います、ありそう、うん、キャラクターの設定とかどういうキャラなのか、うん、そういうのでもいいかもしれないですね、キャラの設定なんだろう、男と女って重要だったりするのかな、あ、女ってほぼないでも、あ、でも女だったらその当時 の、 そのギャルゲーって言われるようなの出始めみたいのに当たるかもしんないけど、でもそれそんなに有名なタイトルバリスとかもう思いつかないやん女の子主人公ってこと、ワルキューレみたいな、ワルキューレ、あ、ワルキューレね、ワルキューレね、ワルキューレはナムコか、あ、でもあれワルキューレ人じゃないや、ワルキューレ、ワルキューレ女神、いや、さすがに俺ワルキューレ人って答えちゃうよ、もしワルキューレだったら、わかんねえじゃん、さすがにマイナスギやろ、いやそんなことないよ、ワルキューレは超メジャーで、うん、結構ちょくちょく復活してるし人気キャラですよ、なんかバンダイナムコのなんかキャラクター使えるやつとかも結構出てますね、あ、あれか、まあ、でもあれは横スクロールではないですから、あ、横スクロールの別のゲームもあるけど、あれはファミコンじゃないんじゃないかな、
待ってよ。なるほど、横スクロールが結構重要そうだな、うん、横スクロールアクション、まあ、横スクロールアクションシューティングって時点でもう候補が莫大だからな。そうだね、まだ全然セブンマイルでないよ。確かに、でも有名だからな。まあだからちょっと方向性を変えた方がいいと思う。その ストーリーとか世界観とかね。まあそうだよね、うんうん、まだ全然聞いてないから。主人公は8ですか。8? ツインビーみたいな。いやそうだ、もう人間ってことは書く。人間っぽい。あ、そうだそうか、人間っぽいのは書く。ちなみにツインビーは手足あるけどね。あ、そうだっけ。そうそうそう、手足はあるんで。ツインビーは一旦忘れよう。まさか2週連続ツインビーってことは。さすがに神のお遊びが過ぎるんで、うん、まあ縦だしなあれ。そうだな。まあやっぱ世界観で言うと現代現実世界かどうかとか。現実世界まだ難しいやつだなそれ。まあでも、まあ、そうだね、そう、うん、まあ、でも現実世界をベースにしてるかみたいなとこかな。いやでも大体ベースにしてるな。まあ SF ものでもそうなるとそうだよね。答えにくいですよね相当、うん、いやこれは困る。分からんな。どうだ、むずいだろ。ハードですね。ハードストにしなくてよかった。いやでもハードじゃないんだけど、ハーデストではないですか。でしょ、だからハーデストにしなくてよ。ハーデストはやばかったよ。でも まだ全然たどり着けてないな。そうですね、もう16、次で16なんで、全然ピンときてないからな。はいはい、早く早く。日本のゲームだよねさすがに。ああ。まあ特に何とも言ってないわけだけどね。そうですね、今日本のゲームで考えてたけど、海外のゲームという可能性もなきにしもあらず。まあほぼないけどね、ファミコンだったら。バトルトードアクションシューティング、アクション、あれや、あれもアクションですねほぼ。あれアクションシューティングとは言わないと思う。しかもあファミコンだね。でもそうだね。人型、うん、そう、人型っていうのすぐ忘れちゃう。人型ね。日本っぽい設定、時代劇っぽい感じのものってある？日本っぽい、まあ、広く考えればいっぱいあったね昔は。そうだよね、うん、なんだっけ、和風、和風、うん、和風かどうか聞く。さすがに攻めすぎ。和風、和風のファミコンのアクションシューティングっていうのがよくわかんない。そうですね、まあ、忍者出てくるとかだと思うんだけど。あ、そうだね、簡単な話はね、忍者のゲームはいっぱいあったからね。手裏剣。じゃあ銃を使って撃つかどうか。ああ、まあそう、うーん、どうだろう。でもそれ脳だったらすごい。弓矢だとか手裏剣だとか。ああ、なるほど。脳だったらかなり狭めるんですけど、イエスだったらあんま変わんないですね。まあ、和風を切り捨てられる。じゃあそうしましょう、うん、あとファンタジーものも切り捨てられると思うけど、ファンタジーとかハイファンタジー、うん、ハイファンタジーである、そういうゲーム、アクションシューティングで中世ヨーロッパ世界観みたいな。中世ヨーロッパ的なのだとないですかね。あるいは西部劇。ああ、西部劇。あ、西部劇。ロー・オブ・ザ・ウエスト、あれ任天堂だっけ。まあ西部劇は銃だね、うん、銃かどうかなんか微妙すぎるか。いや、うーん、まあ、うん、特に全然つかみどころないんで言ってもいいと思います。銃でパーンしますか。銃というのはピストルのことですか。そうですね、つまりハンドガン。いや、ハンドガンだと狭す、もっと広くとって銃火器、あの、うん、銃火器、はい、つまり人間が歩兵が携行する武器ってことですね。そういうことでいい。歩兵が、弓矢とかは違うね、はい、うん、まあ、の歩兵が携行する銃火器を使用しません。使用しない、しない、銃じゃない、銃じゃないんだ、これ大きいぞ。うんうん、プレイヤーは人で銃火器は使わない。これ大きいんじゃないのかい。うん、うん、まあヒントとしてはありがたいんですけど、いわゆるその火薬でつく、あの、やる武器じゃないって話じゃないの。歩兵が、はい、が携行する銃火器ではないってことです。歩兵が。つまり
じゃそもそも人で歩兵ではなくその人が何かに乗ってるっていう可能性。でもそれだとプレイヤーキャラは人っていうところで、あでもどうなんだろう、基本的に人って答え方だったんで基本人なんだけど、もちろんだからなんか乗るのとかは乗ったり、あともちろんそのいわゆるあの機関銃とかって銃座についてて、うん、こうやってドドドドとかって撃つのはあるかもしれないよってこと。乗り物を登場するかどうか、乗り物か、乗り物に乗れるかどうか、うん、なんか話聞いてとブラスターマスターとか、あでも野口さん知ってます？僕は分かんないです最近あれされたもん、レビューしたね、うん、僕スイッチ版のレビューそうそうそう、怪しいんちゃうかい、最近リメイクされた。ただみんな知ってるかっていうと微妙な気はするんですよね、有名ではない、ね、まあでもスイッチのあれでだいぶ知名度は広がった気はするけど、これファミコン最初ファミコンですね確かブラスターマスター、まあ、レアゲーですよ。これと乗り物があるね、乗り物に乗って探索したり降りて探索したりするみたいな、ね、じゃ乗り物、あでもどうなんだろう、銃みたいの使うんですよね、あれ一応火炎放射器みたいなのとかもあったりして、はん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 、なんでちょっと外れてる気はするな、知らないだけかも。いずれにしてもじゃあ乗り物に乗るかどうか聞いてみようか。そうですね、ちょっと聞いてみましょう。何問目、17です、はい、このゲームで乗り物に乗ることはありますか。まあ乗りますね、乗り物あります。うん、じゃあそっちではどういう風に乗るかどうかは言えないけど、攻撃がありそう、なんか乗り物が動物とかなのかな。ああ、それこそ高橋名人、まあそんなイメージ。ちなみにブラスターマスターの開発者パブリッシャーはどこ、ですねあれ全然覚えてないな、どこだっけな、まあ、どこだっけって言ってた。あでもあの今名前残ってるみたいな話の質問に引っかかるんでブラスターマスターではなさそう。そもそもねブラスターマスターね最初のタイトルそのタイトルだったっけ、名前変わった気がする。それがなんか欧米のタイトルかな、なんかそう海外版とまた名前が違うんですよね。乗り物に乗って通常の基本だからその乗り物も含め歩兵が火薬によるそのあれはしない、乗り物に関してはノーコメントですね、はいはい、弓手裏剣、馬に乗るゲーム、シューティングするので銃じゃない感じで戦う、なんだろう、で乗り物がある、乗り物があるの珍しい気がするな。いやアクションシューティングだと乗り物はよくある気がします。ファミコンでも、ファミコン、いやまああるのかな。ちなみにブラスターマスターゼロはもともとは超惑星戦記メタファイトです。あメタファイトだ、なんでまあそもそもねブラスターマスターじゃないんですよ、ファミコン版は三電子から出てます。三電子、三電子忘れてたし、もう残念ながら今はないです。聞かないですね、うん、あ一応会社は残ってるけどゲームはしてないはずです。でもゲーム業界で活躍してるかどうか、ゲーム業界で活躍してませんね、そういう意味では。待って、乗り物で普通は銃じゃない、でも銃じゃないものでシューティングするのってだいぶ限られますよね、やっぱそうだよね。だからもしかしたら乗り物の時だけでシューティングかもしれないよ、うんうんうん、それはありえますよ。だって部分的にシューティングで一応アクションシューティングになるかなみたいな答え方になってるだけだ、うんうん、わけだから、だからこれ乗ってない時は別ゲーの可能性ある。例えばゴールデンアクスじゃないけど、まあ、全然メガドライブだし違うけど、はいはい、そういう格闘横スクロールみたいな可能性もないわけではない。あとアクションシューティングにとらわれすぎなのかなって気もしますね。絶対そう、なんか普通にアクションとシューティングがもっと切り分けられてるみたいな、うんうんうん、だ乗るときはアクションシューティングになり、そうでないときはみたいな、うんうんうん、それもありな気はしますね。物理攻撃あるかどうか、普通に物理攻撃は難しいですね、その考え方が。銃も物理攻撃と言えば、まあ、魔法がないってぐらいですよ、うん、乗ってる時は、乗ってない時は殴るのかな、あるいは剣とか。魔法はいい気しますね、魔法に。魔法あるかどうか。魔法とか、いいじゃあこのゲームは魔法とか呪文のような概念がありますか。呪文っていうとさ、ちょっとあれだな、そのもうちょっと絞ってほしいな。その魔法っていうのは魔法攻撃とかそういう意味でいいですか。そうですね、なりません。ない。ない。うん、じゃあより現実か SF みたいな感じ。ドラクエではない。そうですね、ドラクエは呪文ですからね。呪文まあまあそういうのももちろんあの排除してますよ、ドラクエの呪文も、うん、魔法攻撃はないけど、うん、それ以外の魔法はありそうな言い方だった。主人公が銃じゃない、まあ普通にアクションシューティングじゃなくてアクションとシューティングは別物で考えてみると、あと2問か。
アクションとして乗ったり乗らなかったり、うん、打ったり打たなかったり。なんだろう。これは難しいな。近い。近くなってきた気がする。レースゲームみたいなやつで敵を撃てるゲームあった？それこそマリオカートではないけれど、レースゲーム、マリオカート撃ちながらこう敵を撃つみたいな、あ、レースしながら敵を撃つみたいな、うん、まあ、あるかないかで多分ありそうですけどね、そういうの。それだとレースゲーになる気は、うん、しかも横スクロールってそういうのはなさそうね。そう、うん、そうですね、横スクロール、横スクロール、おそらく横スクロールで人が主人公でアクションゲーム的でありファミリーコンピューター。和風であればどんな乗り物がある？和風馬馬馬カゴ鹿わかんねえや。鳥とか。鳥、うん、和風ではないね多分ね。あ、鳥、うん、和風、和風ではないな。あと2問ですよ。あ、これは厳しい。普通にその今の現実世界っぽい舞台のゲームで車、普通に車に乗るゲームとか。あ、ああ、あのタートルズ系はアーケードスターとか。ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズファミコンスタート？ファミコンです。あ、本当？ファミコンでなんか塔に登ってシューティングする要素もあったはずだし、車に乗ってシューティングする要素もあった。そうだよね。じゃあ半剣もののゲームかどうか行ってみますね、うん、静かやしな。いいです。このゲームは半剣もののゲームですか？半剣ものの概念をちょっともうちょっと整理してほしいですね。つまり何かゲームオリジナルじゃなくて、確か続編がないのはその当時の映画。ありえますね。でしかもゴーストバスターズゲーム版また別で別口のシリーズじゃないけど出てる、つまりゲーム以外の作品が何かあるかどうかってことでいいですよね。だからそのゲームの元になった作品があるかどうかですね。原作があるか。ないです。なかったか。ないかよ。ゴーストバスターズじゃない。じゃあゲームオリジナルなのか。原作なしか。はい、次は最後の質問です。じゃあ漫画アニメ系もありえないってこと？そう、そうですね、うん、原作がないので基本的にはそうですね、うん、原作があるかどうかだから。なんでしょう。なんだ今来たかと思った。完全そういうね、迎え喜びでしたね。流れでしたね。嬉しそうだな。まあ今回はちょっとね片手に行きましたが、最後の質問だな。まあちょっと大胆に出た方がいいと思いますね。大胆じゃ全然近づけてないですね多分。いや近づいてるよ。近づいてるけどゴーストバスターズではなかった。ちょっといいとこついたかなと思ったんですけど、うん、俺も思ったけど、車、現実世界でも幽霊とかホラー、それ以外でアクションゲームある？あれ、うん、バイオの元になった作品ってなんだっけ？アローン・イン・ザ・ダーク。違う違う違う、 2D のゲーム。ミステリーハウスか。ああそう、全然違うよね、うん。まあ、昔ってホラーゲーってあんまないよね。そうなんだよね、うん、まああまり怖くないか。それこそ あとあれだね、ビジュアルノベルじゃないけど、あのかまいたちとか。かまいたちでもそれですらこの年代じゃない。まあこのいやファミコンクラブみたいなのあったよね。ファミコンクラブ、うん、いや相当ないけど、レトロなコマンド選択式のアドベンチャーみたいな。ファミコン昔話とかな。アトラスが開発したねなんかの、でもそれも半剣ものか。アトラスはでもこの時結構その RPG 以外のゲームあるよね。パブリッシャーではないんじゃないかな。アトラスは作ってますけど、だからアトラス開発で、うん、でもアトラス開発のファミコンゲーって僕はちょっと結構あるっちゃあるんだよ。最初のだから本当の最初のあの デジタルデビル物語。あーデビルサマナーとか。デビルサマナー、そう最初のやつだ。でナムコじゃないかな販売してんのは、うん、ナムコかどうか聞く。半剣物じゃない。半剣物じゃないんですよね。はい、うん、難しいな。ファミコンからスタートしたことを思えば80年代後半なんだよ。もうファミコンが普及してアーケードで出すよりもファミコンからスタートした方がいいっていう時代のゲームで、アーケードじゃなくてファミコンのみのスタートであることを思えば、そのワンコインワンコインを大事にしながら戦うようなゲームというよりは結構そのじっくりとソロプレイで楽しめるタイトル、うん、ちょっとアドベンチャー要素とかもあって、プレイヤーキャラは人、うん、でまだメーカーの名前を聞く。頑張っています。
背景は黒だったりするけど、まあそんなむちゃくちゃ昔の感じのゲームではなさそう。そうですね。そうだな。ナンバリングはないけど外伝的なものはあるかもしれない。すべて正しい。自由じゃない。俺は嘘ついてない。忍者外伝。乗り物あり。忍者外伝は別にありえないよね。まあアクションシューティングって感じではないですからね、そんなに乗り物もないよね、基本。あ、乗り物もまあいいんじゃないかな、ない気はしますね、ほぼ。やりたくなってきた。あー、もう寝るかな。あと10年ぐらい寝ますか。10年ぐらい考えてください。ナムコ、ナムコ、なんかまあこのままだと全然わかんない感じになりそうなんで、ちょっと奇抜な質問しちゃってもいいかもしれないですね。はい、後はいはいはい。なんかある奇抜な質問。そうだな。なんだろう。このゲームにピエロは登場しますかみたいな。ピエロ。面白いね。もしかして入ってたら入ってたら入ってたらそれでも当てられる。ワンチャンあるかもしれないね。でもピエロは登場するゲームは何個かあると思うけどね。あるよね。でも多分入って言われたところで当てられない。うん、そうですね。なんかあのこの時代スペースハリアとかみたいなアーケード体感ゲームみたいなの流行って、はい、それを真似たファミコンゲームみたいなのないのかね。まあファミリートレーナーとか。何それ。あのなんか足に元に敷くマットをバタバタバタって踏んでゲームのキャラが走るみたいな。そうなんだ。でもまあ、あ、そういう意味ではあのロボいるやん、あいつ。ロボ、ロボ、ファミコンロボ。あ、ロボ。いや、人、うん、いや、ファミコンロボのゲーム。いや、さすがにあれ選べないでしょ。あれジャンルなんだって。なんだよ、ガジェットかなんか。プログラミング、まあ、今でいうさ、 ラボってことでしょ。そうっすよね。こんなん選ばないよ、さすがに。ダンボールでできていますかみたいな。おいしんぼ。また出た。また出た、美味しい。いやでも魔法攻撃がないですから、あれ暗記も暗記も暗記もがあるから。しかも原作がありますから。そうですね。美味しんぼ。ね、その半ケモノ聞いた時もう少し詳しくって言われた理由は何だろう。でもこれ以上の、うん、でも原作なしっていうところで答えはいいと思いますよ。やって、もしかしてその後逆に映画化とかあったのかな、ゲームからスタートして。でもナンバリングないようなゲームが映画化されるようなことってそんなありますよね。ちなみにメタルギア系はありえないな。それ確かにファミコンスタートじゃない。あ、でもコナミ罰なんですよね。そう、はい。まあ、メタルギアはそもそも ね MSX なので。ああ、そういえばそうですね。ファミコンでは、ね、ではないんで。メタルギアのようなゲーム、まあ、ナンバリングないからな。ナンバーフィンあるか。メタルギアはあとは見下ろし視点みたいな感じじゃないですか。そうそうそう、トップビューだ、ね、横じゃなくて、いわゆるトップビューです、ね、さてそろそろ観念したまえ。いやー、これは苦しい。まあなんか攻める方向はそのパブリッシャーかどうかとか、パブリッシャーどこかってこととか、なんだろう、ゲームシステムのことか世界観のこと、いずれかやな。うん、ゲームシステム、まあ安牌はパブリッシャーなんだろうけど、まあ多分それで当てれる出るのかな。そうそう、俺は分かんない。パブリッシャーこの段階でね、もう思いついてないってことは結構きついんやろうな。いや、苦しいですね、相当。うん、舞台が東京かどうか。東京。まあ少ないですけどね。まあいいっすけど。アメリカ。なんだろう。わからんな。ファミコンだからな。ファーストサムライとか思ったけど、あれスーファミだったな。相当眠くなってきた。はよ終わらせ。もうやる気がない。え？な、うん。任せた。どうしよう。何聞きましょうね、最後。ゲームシステムあたり聞いた方がいいみたいなことをおっしゃってたんで、はい、特徴的な。まあだってあんまり、ね、聞いてないっしょ。まだその攻めれるところはそれぐらいじゃないの。そうですね。なんだろう、ゲームシステムが特徴的な。テキストあるかどうか。いや、大体あるんじゃないですか、古くて。まあまあ、何かしらあ、まあ、ゼロってことはないよね。まあ、スーパーマリオだってあるわけだから。セリフぐらいになると、まあ、微妙なところよね。セリフ。対戦があるかどうか。マルチプレイ。マルチプレイ。マルチプレイがアクションゲームで、このヒントだと答えられない。まあ、あんまり思いつかないけどね。でも、それは、まあ、そういう方向性の質問は、まあ、絞りやすくはあると思いますけど。はいはい、観念したまえ。うん、協力プレイ、対戦プレイみたいなところで絞っていった方がいい気がしますね、うん、聞くならそれを、うん、カプコンではないしな、うん、はい、
クションシューティング、アクションシューティング要素がある人、ガンダム系もありえないわけだよね。まあアムロとかが主人公だったらありえるけど、そういうゲームはあんまないね。ないんじゃないですかね、うん、まあ半剣ものだし、それこそ基本原作あるのかな。 で、ね、うん、でもガンダム確かに原作ないっていうのは確かにあるかもしれない。その辺はちょっと難しいと思う。あ、なんかスパロボ、そうそうそう、キャラだけは出てるけど、でも何かやっぱ銃じゃないっていうの大事だよね。まあそれがあのキャラクターが使うのが銃じゃない、うん、あの遠距離攻撃なのか、それともキャラクターの時はパンチとかで戦うのかみたいなこともあるんで、うん、まあそれは確かに近接。そうなんだよ。そう、質問したまえ。これはもうちょっと難しいですね。では乗り物に乗ってない時はパンチできますかって聞く。そうだ、格闘攻撃があるかどうかじゃいいんじゃないの。う、ね、うん、どう、いや格闘攻撃あってもなくても分かんないです。ダブルドラゴンとかありえないよ、ね、ダブルドラゴンとも打たねえだろさすがに。そうだよ、ね、ストライダーヒルスタリーツです。ストライダーヒルはメガドライブ、メガドライブ、敵が打ってくることはあると思うんだけど、そういうの、ストライダーヒルは俺もずっとそういうゲームなんだろうなとは思ってて、うん、コントラとかね、他が出てこないな。ちょっと久しぶり長期戦で俺も眠いんだけど、早くしてくれ。じゃあ考えてる間に、なんか俺が昔のゲームの好きなゲームの宣伝でもしようかな。何の話しようかな。でもあまり言うとね、次のネタがなくなるんです。確かに。どうせ出さない。戦車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 ね。戦車。戦車のゲーム思ったことないんじゃないかな。俺思いつかないよな、ほとんど。戦車のゲーム思いつかなくもないですけど、固定画面とかだったりして、縦スクロールとかだったりして、なんとかタンクだっけ、有名なゲームありますね。あれ台頭かな、でもアーケードなんだよな基本。よくできてる、あんまりない気はしますね。横の戦車みたいのはギブ、わかりません、ちょっとわかんないですね。もうここで諦めますか。一応まあ聞いてから質問使え、質問使えた方がいいけど、で変な質問して、変な質問、どうぞ。変な質問、ちょっと待ってくださいね。フォトモードありますか。でも多分ね、読者のみさ、読者というか視聴者の皆さん分かってる人多分いると思います。そう、ここでね、そうなんだ、それはいいだろうね、はい、変な質問お願いします。変な質問、はい、じゃあこのゲームクソゲーと言われることはありますか。それでいこう、それでいこう。じゃあこのゲームはクソゲーと呼ばれることはありますか。呼ばれることあるってそのどういう評価軸なんですかね。まあ、一般的によく言われるか、クソゲーって言ってる人はいると思います、はい、いるんだ。まあでもこれあれはたけしのもう一つのゲーム、あのミニゲーム集みたいなやつで、たけし城のやつですか。そう、シューティング、シューティングパートあるやんね絶対。それたけしの挑戦、乗り物もありそうで、たけしの挑戦状でいいんじゃないですか。もういや挑戦状じゃなくてたけし城だね。挑戦状はないんじゃないですか。いや挑戦状あのなんかなんだっけ、パラグライダーだかなんか飛ぶやつに乗って、あれ撃てるのかな。あどっちかだろうなこれ。いや逆にだからたけしはいろんなゲームプレイあるから別の場面でシューティングがありそう。まあまあカラオケありますかとか聞いといた方がよかったな。でもあの確かたけし城で本当にそのなんか実際にこう打つところがあった気がするな、ね、やぶさめじゃないけど、うん、そういうのありそう。やぶさめどっちかでいこう。はい、どっちだと、どっちがいい。たけしの挑戦打てなかった気もするな、乗ってる時やってんだ。いやまあちょっとやった感じですね。分かんないな。あそういう意味でだから半径もので参ったんだよ、あのたけしがいるから絶対そうだよ。芸能人いるよこれ、このゲーム。でもたけしの挑戦状クソゲーかどうか聞かれてストレートに答えてもいい気がするんですよ、ね、そうだからたけし城の方だと思うの。あれって風雲たけし城みたいな。そう風雲寺。風雲寺。風雲寺。それでいこうよ。ちょっと自信はないですけど。いや俺もないけど。これは？ああ。対等でしょ？対等だよね確か。違うっけ？いやわかんないです。まだその制作は。対等頑張ってなくはないけど。頑張ってるなく、頑張ってなくはない。頑張ってなくはない。台東はちゃんと台東っていう名前も残ってますし、仕事はしてますよ。そうそう、ただし基本的には、まあ、iOS は出してますが、俺は風雲寺だと思います。メインは
背景黒だったりする？する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 。どっちもするんじゃないですか。するか。こんなゲームにマジになっちゃってどうするのも黒だったし。ああそっか。それにします？俺はそっちに分かんないな。僕はもう分かんないから。俺はそっちに一票任せしたい。早くもう多数決でいいから。吊るして。俺は風雲寺に一票ですね。じゃあ僕たけしの挑戦。じゃあ野口さんが決めるということになる。何それ。なんかこれ。ほとんど。責任取らないでくれ。いやでも言うみんな知ってるって言ったらたけしの挑戦状。まあどっちかって言ったら挑戦状ですね。でもあれベタすぎると思うんだよね。いやうん、じゃんけんでもいいから早く決めろ。いやこれさ俺が押したやつじゃなくてもう一つだったら相当嫌だよね。その逆のパターンもありるから怖いね。じゃあ俺らが決めるんじゃなくて野口さんが責任押しつけるだけじゃない。どちらにしろさバチかぶるのはじゃあなんかのミニゲームで決める。僕がパッともしど、はい、なんだろうなメジャー、まあ、どっちがメジャーかって言ったら挑戦状だと思うし、うんうん、風情の決め手はシューティング用紙だっけ。いやベターすぎると思うの、うん、挑戦状がね。挑戦状がでも曲送迎ですかって聞かれた時はまあそういう人もいるかもしれんみたいな言い方だったから。で風雲寺は今井さん結構認めてる部分があって結構好きな作品だから どっちかっていうと選ぶと思う。そっちを、うん、なるほど。ベタなものでこの人ベタなもの選ぶのできるからねすごい言われよ説得力が一気に増しましたね、うん。僕これで言って違うもう挑戦状だったら俺死ぬわ。あでもちょっと待ってくださいね、はい、僕が思うのはたけしの挑戦状があって、うん、その外伝的なものがそっちなんじゃないかなっていうのがああなのかなとは思うんで乗り物はあるし、まあ、でも逆に どっちにしたってそれ聞かれたら同じような答え方するとは思う。いやでもあでもたけしの挑戦状の方が先なんじゃないかな多分。でもじゃあ風雲寺だったとしてそれ聞かれたらなんていうのシリーズの。うん、その風雲寺のシリーズがあるかどうかみたいな風に考えて。いやでも俺は言った通りナンバリングはありませんって言った、うんうん、だからそこはあの結局のところつまり似たような作品とかがあるかもしれないけど、ナンバリングはないと。あたけしの挑戦状あれですよ、なんかブラウザでリメイクみたいなやつされてましたよ確か。そうだよね、ブラウザとか iOS だ。挑戦状と風雲寺のあれはエイプリルフールとしてなんか HD リメイクとか言ってでも本当はちょっとブラウザで遊べたみたいな。ブラウザじゃなくてだから iOS でちゃんと出たって。あそうなんですか、うん、普通にあの売ってますよ今。ほうほう、うん、俺は風雲寺だと思いますけど。これどっちも90年代より前ですかね、はい、多分そうですね。そうですね、うん、もう全部合っちゃうんだ人で。まあ本当どっちともどっちかだと思うんだよ確実に確実にどっちかだと思うんだけどすごいな。もうじゃあ渡辺さん、ね、いいよもう。あいいですか、はい、譲ってもらって、はい、いやでも正直自信はないですけどまあいいや。じゃあこのゲームはたけしの挑戦状ですか。このゲームはですねおっとたけしの挑戦状です。おおすごいですね。これはね完全にあのねでもねお前たちダメうんうんこれ 100% いやいやいや 100% 当てれなきゃダメって。まあ当てたじゃん。いや 100% 最後よかったですよ。今、うん、っていうのはもうこれだけのヒントで当てれる人がいるっていうのはまずね要するにシューティングがあるんだって。いやそれ忘れてそれ知らなかった。そうそれを知らないのがダメだってこと。そうつまりそこまでやってないのがそもそもダメ失格。やんなくていいじゃんクソゲーだからクソゲーとは言いつつたけしの挑戦状は全然よくできてますよ、うん、あのちゃんとあの攻略本見ながらやれば楽しめますし。いや、まあ、風雲寺にしなくてよかった。危なかったっすね。いやあと思うのは、はいはい、やっぱ風雲寺に比べると全然知名度の差があるね。まあそれはそうだよね確かね。でもよく話すから風雲寺の話ね。まあたけしの戦国風神ですよ。戦国風雲寺はあのパーティーゲームとしては比較的良いくできてますけど残念ながらシューティングと呼ばれる要素はやぶさめなかった。やぶさめなんてないゼロですから、ね、まあ、せいぜい無理やり比べ解釈で言うとゴルフゲームがなぜかあるんだ、ね、ゴルフゲームあるけどあれはシューティングじゃないし、あと剣道のバトルはあるけど、それもまあ、あとね、あとね、あとね、一つもう一つあの切り分けられるとしたら格闘はないです。どっち戦国風の運賃は剣道は格闘に入る、まあ、格闘ではないです、まあ、つまりいわゆる、まあ、いわゆる武器攻撃はありますけど、うん、なんでそこでもあの分けられるので、
いやよかった。いやでもまさか今井さんがタクシーの挑戦状を上げてくるとは夢見にも思ってなかったんで、まあ、ぶっちゃけシューティングっていうところで引っかかるからと思うから、そうなの、俺結構早いところでタケシかなと思ったら、まあ、シューティングねえだろうと思って捨ててたの、うん、なるほど。なんでまあ今回はまあ別に負けてもね、負けた気がしませんので、まあ確かに。でもよかった、クソゲーって聞いといてよかった。よかったね。聞いてなかったら、はい、これ最後聞かれた時クソと思ったでしょ。いやもう、もう早終われと思ったそれはみんな一貫して思っていることだと思いますんで、はい、早く終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。